はいどうも皆さんこんばんは、モッティです。今日もやっていきましょう、スプラトゥーン2実況プレイということで、本日はガチエリア編よろしくお願いします。ということで、腕前 X でガチエリアの動画だけなぜかずっと上がらなかった理由をちょっと今日はここ数1ヶ月ぐらいかやってたことを交えてちょっと話そうかなと思って、久々にエリアで収録回しました。端的に言いましょう。ノバきつすぎて、大丈夫かノバがきつすぎて、他の武器練習してました、エリアだけで。エリアのガチパワーを捨てて、犠牲にして、いろんな武器練習してました。だから、くっそ低いんで、なーん。ガチパワーくっそ低いんで、上げる意味もないなと思って。まあ、モッティのエリアなんてもともとね、下手くそなんで、上げなくてもいいかなと思って、もうそればっかやってたっていうのが理由なんですよ。何練習してたかっていうと、まあ、例えばブラスターで言うとホットブラスター系、ホットブラスター、ホットブラスターカスタムと、なんかいる。オッケー。あとラピブラと、なんだっけな。あー無理。死ぬ、ナイス。ラピブラと、マニューバー系かな、マニューバー系、マニュコラと、スパッタリ2種と、あと、なんだっけな、シューター、寿司と、寿司コラかな、寿司コラと、傘と、あと、バレル。相当やってるでしょ。もう、相当いろんな武器持って練習してるんで、こんな、ぶっちゃけ、あれなんですよ、腕前今、2100あるかないかぐらいな、そんなレベルなんで、全然参考にしないでもらいたいんですけど、いいね。オッケー。そう、いやなんかいろいろやってて思うのはね、なんか特にホットブラスターの時とか毎回言ってるんですけど、いけるべ、いける、ナイスナイス、ボムラ強、やっぱボムラっていうスペシャルは神ですね。何十回何百回にゃーにゃー倒したやばい、どこ、ここらへん、ここらへん、ここらへん、ナイス、はい、いない、ナイス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 、いいね。前にも詰められるし、射程も長いっていうこの強さね。ここいるでしょ。いない。いるーそれは無理。それはまだ俺練習中無理。はい。あ、でも勝った、やばい、無理か、まだか、まだか。いや、ほんとね、なんか多分一番使い込んでる武器が一番弱いなって感じてる。いやまあ環境、あれですけどね、環境に入っていけるっていうか、環境で今強いって言われてる武器中心に今練習してるんで、そりゃそれと比べたらそうなんだろうみたいな。若葉とかも最近持ってなくて、実は。ザップとかもほぼ持ってなくて、ザップは弱いらしいんで、一番使えるシューターがザップな時点でもうそれも終わってるじゃないですか。ザップ若葉の2強なんで僕、ナイス。もう今まで僕がメインとかサブで使ってた武器の中で環境に入れる武器今ないんで、やるしかないんですよ、こういうこと。ほんとね、エリアヤグラばっかやってるのはそういうことなんです。いやほんとね、仕方ないですね。あとちなみにじゃあちょっと、もう一つ言っておいとくと、アサリが今、まあ、あと多分来週ぐらいには X 入るんで、アサリ動画も上げられるかなと思ってます、ようやく。最近、あ、そう、あとさ、ごめん、なんか、あ、これ買ったな、オッケー、よし。アサリの S プラスやってると思うんですけど、すごい S プラス今平和ですね。なんか、実力通りに試合が決まるんで楽しいですよ、S プラス。すーごい平和すぎてね。もう、面白くて。うん。いい、なんか S プラスの方が環境いいんじゃないかな、まだある。さあ、やっていきましょう。ちょっとね、まあまあまあ。頑張ってやってる中で、なんか一つそうなんですよ。洗濯機もワンの頃って、まあ、ノバがちょっときつくなり始めたね、みたいな時期に、ちょうど強い洗濯機が出てきて、じゃあちょっと洗濯機使ってみるか、つって持ってみたら、実はめっちゃハマって、あ、これ洗濯機いけんじゃね?つって、エリアやって普通にエリア完走したんでしたっけ?でしたっけ?僕あれでしたっけ?ワンの頃ってノバでエリア完走してなかったでしたっけ?ちょっと覚えてないんですけど、そんな気がするんですけど、しましたっけ?全ルール。まあいいや。届かない。ここ。落ちきらない。そうね、なんかそういうのがあるから、なんかそういう出会いを今探してる最中ですね。これは、ゴムラあんま吐きたくないんだけど、すごい声出た。はい、ナイス。あ、濡れてる。ここ。
ここ詰め、ここ詰め、はい、ここ詰め。いやー、それしんど、うん、近距離エームはなんだかんだあると。もうなんか何のブラスターが一番いいんだろうなっていうのがすごい今思ってて、リア。フォトブラは強いんだけど、あんま塗れないじゃんのと、ちょっと塗りが味方頼みになっちゃうから、ちょっとそういうので落としてる試合が多いなと思って、嫌だなっていうのが一つと、あとは、今あれ強いじゃん。ジェットパック強いじゃないですか、今。うーぶねえ、マジで。あーすまんな。普段、ノバ使いなんだ、俺。あんなとこ、なかなかラピ使いで、いや、いるだろうけど、上手い人は。このレート帯だったらあんまり当てられないだろうけど、すまんな。当たるんだ。ナイス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 。いいんじゃない？いや、結構。結構いい仕事してないこれ。え、結構いい仕事してるくないこれ。さすがラッピー。射程が長いだけある。射程の長さって正義なんだよな。ナイス！ちょっとさ、やばい。ここ。いない。戻る。死にそう。ボムラーきつい。にゃー！置かれたー。結構今のターンは、割かしちゃんとした活躍できましたけどね。ちょっと噛み合いが悪かったな。割と自分の中では今のラピブラの現状の中だと100点なんですけど、上手い人と比べてじゃなくて、僕あ自分のラピの中でねっていう話。絶対評価か相対評価の違いみたいな。ね、逃げられる。カウントはね止めたいんですけど、左に味方が入った。ここちょっとカウントは取られちゃうけど、ラッボムラが合わさるのはきつい。チューン。あ、でもまあ左も死んでたんで、あ、負けですね。はい、まあ止められてもワンチャンないかなっていう落ち方してたんで、まあしゃあないでしょう。はい、まあ別に誰のせいでもなくって感じですね、これはね。うん、そう。ラピブラはね、なんかやっぱあれですよね、なんか前出れないからこういう時になんか何もできずに終わってしまう対面がたまにあるんで、ちょっとそこがどっちがいいかなっていう、ちょっと悩んでる最中ではある。うん。あと洗濯機な、洗濯機もさ、ちょっと悩んでるんですよね。なんか最近ちょっと一個悩みがあって、ボムラの方の洗濯機が、サブがポイントセンサーなんですけど、ね、ポイントセンサー投げるとね、めっちゃ味方がそっちに行くからね、ポイントセンサーの扱いが難しいんですよ。やばい、死ぬかも。危ない。なんか、ある意味、ここ行けっていうところに、あ、違う、来ない。読み負け。にゃー、死んだ、それは。うわ、無理です、それは勝てません、勝てません。当てなきゃいけないからね、ラピはね。ラピは当てなきゃいけない難しさありますよね。ラピってさ、なんか、自分が思ってる以上に当てなきゃいけない難しさあるよね。一番なんかお手軽なのってさ、ホットブラスターじゃないと思う。ほんとね、ここの裏。いや、いるよね。いるんだけど、いるんだけど、出れない。無理。無理。今のも当てなかったら、負けてますもんね。そう、それもなんか、やっぱホットブラスターのさ、こうゲームのあれと噛み合ってる感がすごいあるな。なんか、あとあれなんですよ、僕、ここまで、ガチまで、にゃん。今のは減った。ガチまで、こんなにね、いろんな武器使ってるの初めてなんですよね、実は。実はってみんな気づいてるかもしれないですけど、あの多分スプラの、あのエスプラのしかなかった時のエスプラの実況って、僕多分8割9割ノバじゃないですか。そんなことない。8割ノバ2割洗濯機、ごくたまに他の武器みたいな感じじゃないですか。じゃないとあんまりいい動画撮れないかなと思ってそんなことしてたんですけど、とりあえず塗り。塗りがね、ブラスターで塗りが結構できて、かつちゃんと役割がある塗りができるっていうのは、無理か。奥。ナイス！大丈夫。OK。それがでかいですよね。なんか、ブラスターの塗りってさ、シューターの塗り、焼き！いやー。シューターに比べたらさ、役割薄いし、でもやらなきゃいけないことはやらなきゃいけないから塗るじゃないですか。結構ノバとかで塗ってるじゃん。ラピブラの塗りってさ、役割ちゃんとある上に結構塗れるからさ、俺の中では優秀なんですけど。
どうだろう、そんなことないのかな。ここイエース。もう絶対こんなラッピーいないでしょ。もう下手くそラッピーゆえんの動きだよね。あんなとこで突っ込んでくるラッピーなんかおらんやろな。オッケーオッケー、ナイス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 。絶対突っ込まないでしょ。だから意表をつけるっていうあれですよね、特殊型バシャーモンみたいな。オッケー、これ勝ったんじゃない、勝ったでしょ、ボムラあるし、勝ったでしょ、2-1だし、いける、ナイス、オッケー。まあまあまあ、これは結構ね、味方もわりかしきり取ってくれたし、結構塗りが維持できたんで、よかったかなって感じですね。特に盤面取ってからは強かったですね、味方ね。さあ、ラストやっていきましょう。あと、そうだ、最後、もう一つ、前回、ちょっと若干過激なタイトルでサムネ上げたじゃないですか。エスプラじゃなくて腕前 X 格差問題みたいな。いや、ね、エリアだけ低いんで、腕前。あの動画上げた後、まあ、エリアとかでもまあ普通に練習してるわけじゃないですか。やってて思ったのが、多分、一番格差があるのがね、2200体だなっていうのを感じてて、2300ぐらいになってくるとちょっと安定する試合が増えて、ナイス、味方強い、ナイス。そう。で、2100体とかまで落ちてくるとみんな弱いから楽しいんですよね。なんかだからね、2200あたりの交差点が一番なんかにゃん、きついのよ。そう。だからなんかそこにすごい、たまに突き落とされちゃったりするとすげえ闇ったりするくないですか、実況者の人も配信者の人も。なんかね、割とそれ間違いじゃないか、あながち間違いじゃないかなって気もするんですよね。割と。割とさ、腕前 X でさ、多分いろんな人の動画見てる人ってさ、割とこう2200、300、マジか。2200、届かない。ローラーは？ローラーは？ローラーは？どこ行った？あ？これはまずいですね。戻るか、これ。戻るか。で、足並み揃えた方がいいっすよね、普通に。じゃあ、さ、ほんま、腕前 X の下の方ってこんな感じなんで。ぶっちゃけ。ぶっちゃけこんな感じなんで。ぶっちゃけ S、いやー、終わったか、これ。半分入ったけど。ナイス。さ、止められるんだったら諦めなきゃいいじゃん。何突っ立って歩いてんだよって話じゃん。メンタルの問題ですよね。なんかそこもちょっと多分上手い下手の一つ要因としてはあるんだろうなって気はね。このなんかね、腕前 X 行ったらさ、やっぱ分かるのがさ、やっぱ本当に実力で、あ、無理、逃げらんない、うらき、もうパワーが決まるって言うじゃないですか。まあ、あとプラス環境武器かどうかみたいなのも多少あるはあると思うんですけど、ね、やってて思うのはね、この辺のレート帯やっぱ回線めっちゃ落ちたりとかするのってやっぱこのぐらいのレート帯だし、ああやってなんかリスポ放置したりとか、いやー、それは死ぬかな、こういう逃げ方をする。割と有効的なんじゃないかみたいな。ちょっとあんまり来るよね、来るよね、来るよね、こんにちは。いやー、まあそっちのエリートはエリートだな、エリートでした。射程がわからないのは練習します。はい、ね、やっぱそういうなんか環境の問題とかっていうよりは、まあ人間の問題というか、まあその人その人の問題、にゃー、それは無理、もうその人その人の問題なんやなっていうのはね思ったね。その実力がなくても礼儀がいい人とかさ、割と愛されるじゃん。なんか運動部とかの人だったらわかると思うんですけど、とりあえずちゃんと挨拶できれば、まあなんかあんまり野球で打てなかったりとか、サッカーでシュート決められなくても、まあ、とりあえずは部活内で、なんか息をよく生きていけるじゃん。逆にさ、なんかめっちゃ、ここ。ああ、いい射程管理。エリア進んでるんですけどね。いいよ。ナイス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 。オッケー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 。このターンは仕事した。このターンはやっと仕事した。やっと仕事した。やっと仕事できた。ここ塗る。で、なんだっけ？何の話だっけ？ああ、そう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 。だから逆に、めっちゃ成績良くてもさ、めっちゃ成績悪いってさ、
なんかなんだかんだ反感買ってさ、なんかレギュラーに なれなかったりするじゃん。なんかそういうのと似てるよね。似てるよ。でましてや一番ダメなのは成績も悪いし性格も悪いやつだよ。そういうことよ。なんかね X やってるとねすごいねそういうなんか縮図を感じますよね。人生のいけるか。ナイス。あ勝った。ナイスナイスナイス。最後の決め手は。ダッサダッサ。まあ世の中そういうことですね。なんでまあまあちょっと武器選定はだいぶ時間かかりそうなんで、ちょっとエリアのいい試合はあんまり出せないと思うんですけど、あのガチパワーが高い試合はね、ちょっとあのある程度こう環境武器でいい武器が決まるまで少々お待ちいただければと思います。はい、以上モッティでした。バイバイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。なんと、ポケモン GO にアローラの姿が追加されるみたいですよ。あれ？イッシュとかカロスとかどうなっちゃったんですかっていう話なんですけど、なんか第7世代が近々追加されるみたいなんで、皆さんこの機会にぜひポケモン GO やってみてはいかがでしょうか。あったかくして寝ろよ。